こんにちは。主食はお米です。110連ガチャも終わり、本腰を入れて、スペダンドラポ甲子園を周回してますが、そこでドロップする、限定古文カード、2種類。使えるのか考えていきたいと思います。今回、ドロップされるカードは、この2種類。円卓球児の魂と、帝国学園の備品になります。それぞれ、12枚集めることによって、最大、SSS まで進化できます。初めてのスペダンなので、ゴッドまでは、進化しないようです。次回に期待しましょう。それでは、まず、円卓球児の魂から。SSS まで進化させると、すべての攻撃カードの古文になります。スキル威力は 35% 固定。ただし、ストレート異常縛りがつきます。役が、ストレートに満たなかった場合には、古文のスキル威力 35% が、発動しないので、弱くなります。そのため、攻撃が安定しにくくなります。初心者の方なら、コストの関係もあるので、このカードを古文に積んでも、良いと思いますが、理想は、役に関係なく威力が、上がる古文が理想です。なので、中級者以降の方には、微妙かもしれません。上級者は論外です。ただ、復刻できた場合、ゴッドまで進化する可能性があります。ゴッドになれば、多少スキルも変わるので、このカードを使わないのであれば、進化だけさせておいて、倉庫にしまっておきましょう。次に、もう一枚の、帝国学園の備品。親分の種族が騎士の時、スキル威力20から 30% アップ。追加で攻撃力を1段階上昇します。また、貴族性から受けるダメージを 1% 軽減します。威力は少し低めですが、補助系のカードにつけることによって使えると思います。騎士の補助系のカードとして、聖剣のアーサー王、グイネブや、聖杯のランスロ、竜予言者マーリンなどがあり、これからも増えていくでしょう。合体以外の補助系のカードだと、味方全体の攻撃力を一段上げられます。帝国学園の備品は、そのまま使用してもいいし、ゴッドになるかもしれないので、倉庫にしまっておきましょう。最後のまとめとして、使える、使えないで、区分けすると、帝国学園の備品が多少使えるかなって感じです。でも、上級者は、もっと強い古文を持っていると、考えられるので、中級者まででしょうか。ここまでの、考え方は、あくまでも、私的な考え方なので、どう使うかは、皆さんにお任せします。参考になれば、幸いです。ご視聴、ありがとうございました。